窓開いてる。独特な匂いする。あ、そう、癖ある？うん、全然癖ない。でも思ったよりうまい。なんかちょっと甘いんだよ。うん、うまいよ。巨大イカ、すごい分厚。肉厚だよね。ね、うん、なんかこんだけ色ついてんのにさ、味ちょっと薄い味じゃない？うん、甘めのイカポッポみたいな。うん、美味しいです。なんか漢方とか臭みあるかなと思った。そうそう、俺もそうだった。ここでまた焼いてんだ、干物。乾いた。はいよ。なんでこんなイカばっかりあるんだろう。あ、クソ金。住んでるおばちゃんいるよ、見て。あ、水上ハウス？これ揚げパンの感じかと思ってたわ。中しっとりしてる。めっちゃうまいじゃん。おいしい。うまっ。ぱっと見ほんとシュークリームでめっちゃ楽しい。こんな感じじゃない。蚊に刺されてやばいやばいやばい。ごちそうさま。
超ファミコンだ。美味しそう。今リムさんと食べてるみたい。へえ。うまいけど。ケバブとして食べたからね、全然。なんでケバブだと思ってた？見た目が？生地はでも表面すごいパリパリだよね。うん。うまって感じじゃないよね。まあ、予想はしてたけど。さっきのシュークリームじゃねえや、揚げパンの方が美味しかった。ドーナツね。あ、そうだ、ドーナツ、すっごい柔らかくない？ふわっふわしてる。ずっしりとしたじゃなくて、ふわふわっとしてる。赤ちゃんみたいな。ふわふわって何入ってんだっけ、中ピーナッツ。ザクザクジャリジャリしてて美味しい。すごい。あれお家かな。お店ではなさそうだよね。ここのビレッジの中の広場みたいな。みんな集まってるし。すげえ。全部おいしいだったもん。ここに住んでるんだもんね。洗濯とともにイカが釣られてるよ。アルミみたいなのね。おいしい。マンゴーがすごいジューシー。おいしい。いいね、イカ。